あ、そう、はい、ルーさんに言いたいことがあって、はい、はい、CR カップの時にずっとさあ行くぞってルーさんが言ってて、はい、何の声に似てるんだろうって思ってたら、うん、効果音ラボの声だったんですよね。あ、効果音ラボね、はいはいはい、フリー素材の声だったんです。そうそう、フリー素材の声。あ、元ネタそれだった。元ネタそれ。あ、そうなんだ。あ、わからんと話合わせてたかも。わからずに言ってた。優しい。なんだ、優しい。わからんのにちゃんと乗っててくれてたんや。うわー、え、のーちゃん知ってた？知ってたよ。え、なんか、さあ、いくぞ。いや、それめっちゃ後から知ってファンクラブって先に言いましたもん。みんな聞いてみたいな感じ。ちょっと流してみるわ。行くぞ。さあ行くぞ。あ、これか。さあ行く。さあさあさあ行く。さあさあさあ行くぞ。どっちどっち。さあ行くぞ。え、ちょっとどっちがクイズ。クイズ。ほんまのわからん。リスナーにちょっとクイズするか。え、これどっち。さあ行くぞ。わかるやろさすがにこれ。さあ行くぞ。別にこれはあの就活では役に立たないけど。いやマジで似てみんな何かしら声真似ができるチーム。え、のーちゃん何できる。のーちゃん何。僕、え、ちょっみんな僕、ボケツボケツボケツ。僕といえば何。ね、そうツッコミ食らってる。はいはいはい、わかるよ、できる。よし、ベーガ。おお、かわいい。かわいい。ピカチュウ。ちゃんとピカチュウ。ずるい。おい、さあ行くぞよりピカチュウの方がいいわ俺。ベーガ。え、似てるな。ずるい。ずるいな。さあ行くぞ。発進。勝てへんってこれ。ピカチュウができるってことはいろいろできるんじゃん。あ、いろいろ言われはするよ。チョッパーとか。あ、そうなんだ。フィエンターテンクランの何だっけ。チョッパーいけそう。チョッパーも同じ声優さんよ。帝京平成大学。ずるいなそれ。いいね、系統多そう。生きる系統すごい。僕ね、だいたいね、なんか一等身二等身キャラなんだよね。はいはい、似てるって言われるの。圧倒しいわ。さあ行くぞ。さあ行くぞ。さあ行くぞ。いや、すごいすごいすごい。いや、ピカチュウのがすごい結構。これで効果音ラボのさああれやろって言われへんもん。そんな。エルちゃんが分からなかったように。エル分かんなかった。私なんか勢いよく言ってるだけって思ってモノマネしてるんやとはならんっていう。そうそう、さあ行くぞ。でも声真似ってどうやってやるの。いや、こっちが聞きたいよね。ピカチュウ、ピカチュウの真似。でもここにはもう先生がいるじゃないですか、エルちゃんの。やっぱり何度も聞くことですかね。すごい、どんどん声質。え、何でも聞くだけでいける。どうやって変えるの。やっぱり喉の使い分け。喉の使い分け。喉の使い分け。チョッパーや。うわー、喉の使い分け。チョッパーじゃねえし。チョッパーじゃねえし。オーカウンラボじゃねえし。全部ノアちゃんって言われるんだよな。え、あ、カコードの声でも、うん、え、でも似てたよ。ピカチュウすごいよね。僕あれもね、うん、鼻をちょっと押さえて、うん、いくよ、うん、ジャッジメントですの。あ、ちょっと似てる、ちょっと似てる。雰囲気ある。ジャッジメントですの。ちょっと似てる。 ね、お姉さま。ちょっと似てる。これもね、レールガンのが若干いるんだよ。黒子やったっけ。なりきれないの。うん、白い黒子。結構で、ピカチュウのかがレベルは高いけど、うん、黒子も似てた。え、僕もね、いろんな声自体は出せるんだよな。うん。
私を見くびると痛い目に。ルーさん帰れないの？帰れへん。え？ルーさんはもうルーさん。ルーさんはルーさん。あかんか。あかんな。誰かの真似って言うとむずいな。声変えることできるね、ミックスボイスとかで。あかんなとかはあるけど、うん、誰かの真似じゃないもん。あ、池かけ主できた。さあ、行くぞルーさん。え、池？トイキ棒かけ主。トイキ中。トイキ中？私が指揮を取る。あっちに着陸しよう。トイキ中、声混ぜるだけでしょ、あれ。いや、もうええて。なんだあれや。もうなんか、トイキチュウっていう、ほら、行くて。その言葉だけで鳥肌立っちゃう。